皆さんこんにちは、綿菓子です。今回ですけれども、新花の刑事2漆黒の衝撃の勝ち方について少しだけ解説したいと思います。で、私少し前の動画で激アツリーチが外れた後の立ち回り方とやめ時について話したと思うんですけど、皆さん見ていただけましたでしょうか。で、その動画ではね、ちょいアツリーチと激アツリーチに分かれますよということについて話したのと、こういった演出が来たら追ってくださいね、こういった演出が来たらやめ時ですよっていうふうに解説しました。まだ見ていない方ぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、その動画をアップした後にですね、私の LINE の方で、名前公表させていただくんですけれども、タカさんという方がですね、花の刑事2漆黒の衝撃の、ちょいアツリーチと激アツリーチについて全て事細かくまとめてくださったのと、そのタカさんね、花の刑事2の漆黒の衝撃で勝ち続けているんですけれども、その立ち回り方とかね、どういう風に意識しているのかっていうのをね、 PDF でまとめて私に送ってくださったので、それを皆さんにシェアしたいと思います。で、刑事漆黒は CR 期となりますので、あと8ヶ月ちょっとしか打つことができないんですよね。11月30日までに CR 期全撤去となりますので、それまでの間ね、この動画見てくれている方は刑事漆黒で勝ち続けていただければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まあ、ボーダー理論の方には見る必要のない動画となっておりますので、ここで動画を閉じてもらって構いません。それでは画面を切り替えていろいろと話していこうと思います。はい、こんな感じで、タカさんが PDF を私に送ってくださいました。本当にありがとうございます。まあ、全部読むと長くなってしまいますので、ちょろっとだけ読みたいと思います。じゃあまず紫の部分ですね。 CR 新花の刑事2漆黒の衝撃の挙動一覧ということで、全ての演出が載っているんじゃないかなと思います。厚めのね、演出は全て載っているんじゃないかなと思いますので、見たい方は一時停止をしてみてください。ちょいアツ演出はこんな感じ。タイマー黒とか一刀両断ですね。疑似連の時の刀ぶっ刺さるやつとか、花疑似連3とかね、変動開始時にクロスギミックとか、金系の演出が単発で絡んだ場合とか、涙桜ゾーンとか、1万チャレンジの時にホタルしか飛んでいないよとかね、そういったものがちょいアツ演出に当たりますよっていう感じですね。はい。で、次、激アツ演出。激アツリーチになるものなんですけれども、こんな感じですね。先ほどは黒タイマーだったんですけれども、激アツリーチの場合は赤タイマーが絡みますよとか、赤保留とかね、金保留とか、リンケージ保留とかね、激アツテキストとか、まあテキストもいろいろと種類あるんですけれども、歌舞伎ものとか激アツとかはね、かなり信頼度が高いので、まあそういったものが複合した場合は激アツリーチになりますよということで覚えていただければと思います。まあこのタカさんね、私と全く同じ立ち回り方で挙動とか時間帯とか意識した上で立ち回ってね、刑事漆黒でかなり勝てている方なので、演出面に関してもものすごく詳しい方なんでね、かなり、信憑性が高いですし、参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ立ち回り方真似て、やってみてください。はい、じゃあね、一時停止してみていただけたかなと思いますので、じゃあ次ですね、どんな感じで立ち回っているのかというところに行きたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと拡大するんですけれども、まあ、ここではね、台の挙動だけに触れているので、普段のね、その時間帯とかホールの癖とか過去の履歴とかは一切参考にせずに、ここでは台の挙動だけね、どういった感じで立ち回っているのかとか、やめ時について触れていますので、参考にしていただければと思います。まず一つ目ですね、ちょいやつリーチが絡んだ場合はその後の展開で若干反応あるかなぐらいに捉えるということで、まあ私が前回お話しした内容と似てるんですけれども、ちょっと熱い演出が来たらその後様子見かなっていう感じで捉えているそうです。で、二つ目、激アツリーチですね。金保留とか歌舞伎ものテキストとか、金系がたくさん絡んだりとか、スペシャルカットインとかね、そういったものが絡んだりとかねした場合は、その後要注目と捉えて、30回転とか追いますよっていう感じですね。はい、信頼度が 40% 以上のものが複合した場合は、その後追っていきますよっていう感じの立ち回り方です。で、稼働時の流れなんですけど、
パターン1として狙い台に座って500円だけ使用して、まあ、10回転を目安にね、ちょいやつリーチもしくは激やつリーチが来て外れてしまった場合はその後約30回転追いますよと。でここで約2000円ぐらい投資するんだけれども、まあ、2000円ぐらいでだいたいやめるっていう感じですね。で2つ目のパターンとしては打ち始めて10回転で熱い演出は来なかったんだけれども、その後約30回転以内に激アツリーチが来て外れてしまった場合はさらに30回転プラスして追いますので、まあ、3500円って書いてあるんですけれども、まあ、4000円ぐらいを目安に立ち回りますよっていう感じで、3つ目のパターンとしては打ち始めて10回転で何も演出が来なかったんだけれども、その後、30回転以内にちょいアツリーチが来た場合ですね、この時は、損切りしてその台は捨てて次の台に行くか帰宅するかっていうことを心がけているそうです。うん、でこの立ち回り方を徹底してますんで刑事漆黒でずっと勝ち続けていると、まあ、最近ちょっとね調子悪い時が続いていて初当たりは取れるんだけれどもなかなか連チャンしないみたいなことが続いているみたいでチョダマがちょっとずつ減ってきてはいるんだけれどもしっかりと勝てている方なのでぜひ参考にしていただければと思います。はい、まあそんな感じで簡単にね、ご紹介させていただいたんですけれどもいかがでしたでしょうか。まあ、私も花の刑事漆黒の衝撃で立ち回ること結構あるんですけれども障害収支で言うとそこまでプラスじゃないんですよね。というのも初当たりはもうバンバン引けるんですよ。ミドルスペックなのに普通にね座って30回転以内とか50回転未満とかでもうバンバン初当たりは取れるんだけれどもいかんせん全然連チャンしないんですよね。台との相性が悪いのか、まあ、もともとね継続率も 65% ぐらいしかなくて平均連チャン 2,3 連なので、まあ、あんまり連チャンしないっていうのは分かるんだけれどもネットとか見ていたりとかね他の履歴とか見ていると平気で8連とか10連超えとかの台もありますのでねそういった方本当にすごいなと思うんですけど、私この間ね花の刑事漆黒の衝撃打ってきて2回初当たり引いたんですよね。30回転以内と22回転だったかなで初当たり引いたんですけれども、一つが時短だったんだけれども時短引き戻しして、2連で終わりですね。でもう一個が、その22回転で当たったやつは、初当たりで各辺取ってその後95回転目に、大当たりして2連で終了みたいな、どっちも2連で終わってしまったみたいな感じでもう全然連チャンしないんですよね。まあ一発が2400発取れるんででかいんですけれどもね、まあ、ちょっと私はね、難しい台だなって思いました。やっぱり北斗無双の初代とかね、使用機人とかの方が立ち周りは簡単かなっていう感じがします。はい、まあそんな感じで最後雑談話させていただいたんですけれども今回の動画いかがでしたでしょうか。まあちょいやつリーチと激やつリーチ見極めてですねこういった演出が来たら追うこういった演出が来たらやめるっていうのをメリハリつけてね立ち回っていただければかなりね高確率で、美味しい台を拾えると思いますので、まあオカルトだろうと思う方いらっしゃると思うんですけれどもそういった方は別に試していただかなくて結構ですので興味がある方はぜひ一度ホールでやってみてください。そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。今回の動画参考になったらぜひともグッドボタンよろしくお願いします。でチャンネル登録まだしていない方はチャンネル登録もこの機会にぜひしていってください。で私和田菓子 LINE アットやっておりますので概要欄に友達追加リンク貼っておきますのでパチンコのこととか投資のこととか人生のこととかね、何でも私にお聞きしてください。直接マンツーマンコンサルティングをいたします。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。